皆さんこんにちは、佐伯サクトです。サクチャンネルへようこそ。というわけで今年もイチジクジャムを作りたいと思います。はい、今日はエプロンと去年もつけてたクッキーアンちゃんのカチューシャで作りたいと思います。今回はですね、プロデューサーがめちゃくちゃイチジクを取ってくれて、それを使って作りたいと思うので、今回は倍利用にして作りたいと思います。というわけでレッツゴー。まずは材料を紹介します。倍量なので、イチジク前4個使ったんですけど、今回は8個、8個使いたいと思います。結構大きめのイチジクです。そしてなんかプロデューサーが使ってるすだき糖ってやつ、何のやつでしょうか。サトウキビらしいです。サトウキビですかね、を使います。こちらは 60g なので倍量で 120g 使います。そしてこちらのポッカレモンは大さじ2だから4ですね、使います。作り方はめっちゃ簡単なので、もうすぐ終わっちゃうと思うんですけど、皆さん楽しんでってください。はい、というわけで作りたいと思います。あ、もう手は洗ってあるので安心してください。最初にイチジクの皮を1個ずつ剥いていきます。イチジク美味しいんですよ。今回はめっちゃ豊作ですかね、豊作らしいのでいっぱい使います。なんか雨に打たれるとすごい不思議な模様になるらしくて、ひび割れてるんですよ。これを切るんですけど、もう切るっていうか、もうこうやってほぐして、前も入れたのでこうやってね、ちょっと細かくして入れます。パンパンになりそう。これを繰り返していきます。硬い、熟してないかもしれん。これ硬いんだけど、イチジクって痒くなりますよね。汁、最近なんか面白いことあったかなと思ったけど、ないや。最近面白いことあったかなと思ったけど、特にない。何もない。悲しいかな。すごい、めちゃくちゃできそう、いっぱい。こんな食べきれるかわからない。かゆい。手がかゆい。はい、できました。やっとできた。これ重すぎて大丈夫かな。はい、この中に砂糖 120g 足りる？入れます。ピーの砂糖がなくなっちゃうかもしれない。使わないからね。使わないですね、砂糖取ってない。酵母砂糖、砂糖とイチジクって感じ。は、あ、まあ一緒。超えた。いいです。2、ポッカレモン大さじ4。なくなっちゃうんじゃないかな。これもなくなっちゃう。もうピーポッカレモン使うんですか。水に入れようかな。炭酸水。炭酸水、あ、美味しそう。はい、これで火にかけたいと思います。中火で煮ます。
これで混ぜます。焦げないようにやります。久しぶりにこんな火使ってる。いっぱいできるそう。何分じゃなくて3分の2になるまで。これで5分後なんですけど、最初ここら辺まであったんですけど、ここら辺まであってちょっと減りました。もうちょいかな、あと5分ぐらいですかね。はい、ということで減りました。どのくらいですかね、3分の2ぐらいまで減りました。いいと思います。甘い匂い、すごい、めちゃくちゃ甘い匂いします。はい、というわけでできました。ちょっと熱いので冷ましたいと思います。冷ましたらちょっと一口味見します。ということでできました、イエーイ。早速味見したいと思います。なんかちょっとね、ちょっとシャバシャバなんですよね。まだ冷めてないからかな、こんな感じの。もうちょっと火にかけた方が良かったかな、わかんないですけど、いただきたいと思います。まだあったかいんですけど、いただきます。いただきます。美味しいです。なんか今回その果肉感残したくて、あんまり砕いてないんですけど、それがいい感じに食感を生んでます。そしてあのなんかイチジクジャムって分かんない、砂糖の感じなのか分かんないんですけど、なんかシナモンの味がするんですよ。だからアップルパイみたいな味がして、すごい不思議な感じがします。めっちゃ美味しくできました、イエーイ。はい、というわけでいかがだったでしょうか、イチジクジャム。皆さんも試してみてください。以上、佐伯さくとでした。バイバーイ。